はい、どうも、トラクチです。今回はですね、契約書の方を開封したいなと思います。 A ランク自チーム契約書1枚と S ランク確率 10% 契約書、この2枚を開封したいなと思います。その前にですね、球場飯ですね、球場飯の申告前なんですけども、あと丸2日、現在、2020年1月7日の15時6分なんですけども、あと丸2日残してるんですけども、ドリーゲイベントポイントが2510で、作った球場飯はもう終わってますね。はい、まあ、次回 S ランク契約書まではいけるかなと思ってます。はい、まあ累計まではね、丸2日ありますんで、まあ余裕でいけるかなと思ってます。エナジーは、初日に5エナジー、5、6エナジー使っただけです。はい、それ以外は使ってませんね。結構まあ余裕でいけそうです。はい、あと今日なんかノーマル来ましたね。これ期間限定ノーマルスカウト、 C ランク以上確定、 S ランク&A ランクが登場するかもっていうのを、これをまあ枠許す限りちょっとやろうかなと思ってます。はい、まあ B ランク、 C ランク以下はね、 C ランク以下というか C ランクはまあコインに回しますけども、 B ランクはストックしておきますんで、それが満タンになったらやめるっていう感じで、はい、それぐらいやろうかなと思ってます。先に契約書の方行きます。A ランク自チーム契約書から行きましょうか。はい、A ランク自チーム契約書から行きます。で、一応、まあ、阪神受精だけでやってますんで、欲しい選手の確認しておきます。近本選手、マルテ選手、ガルシア選手、北条選手、高橋選手ですね。はい、中でも S ランク持っているマルテ選手とガルシア選手と北条選手が一番欲しいです。はい、それでは A ランク自チーム契約書を開封します。はい、これですね。マルテ選手、ガルシア選手、北条選手来てほしいと思います。お願いします。近本選手、はい、近本選手、これで、A ランク確か5枚目になったと思います。はい、早く S ランク欲しいですね。はい、待ってます。はい、まあ良かったです。欲しい選手でしたので、はい、それでは S ランク確率 10% 契約書、これいきます。S ランク欲しいですね。確率契約書はあんまり引き良くないんですけども、年明け2020年なかなか引きいい方なんで、その引き運を持続しているかどうか、 S ランクお願いします。来てくれ S ランク。お、どうでしょう。割れろ、割れない、割れない。いやー、 K 鈴木選手、はい、オリックスですね。K 鈴木選手です。はい。なかなかね、そんなうまいことはいかないなという感じです。はい。現在、所持選手160分の144なんで、あと16人ですか。いけますんで。ノーマルスカウト。いけるとこまでいきます。はい。まあ、A ランク欲しいですね。まあ、S ランクもちろん欲しいですけど、なかなか S ランクはあんまり出た記憶ないですけども。引いていきたいなと思います。それではいきます。B ランクかな。小野崎選手1枚ですね。はい、コインにします。はい、まだ結構いけますね。はい、さあちょっと A ランク来てほしい。 A ランク以上、ああ危ない。柳田選手、おお、甲斐田選手、おお、3枚目、
すごい。3枚来ました。1、2、3枚ですね。はい。はい。続いて、いきます。ちょっと A ランク以上欲しいですね。はい、どなんかいけるかな。あとまあ結構ありますね。あと10あるんですね。はい、いきます。ちょっと1人でも A ランク来てほしいな。エンベラ、あ、1人だけ。じゃあ、じゃあ行きます。厳しいか。2人、3人、3人です。6人まで行きますね。最後のチャンス。あ、1人、2人だけですね。なかなか来ないですね、やっぱり A ランク以上は。 S ランクなんか来んのかな、これ。来てくれ。やば。厳しい。あ、森谷選手。B ランクで森谷選手が来ました。どこ？あった。あと何人ですかね。あと2人。これで終わりかも。来てくれ。ないか。あ、1人。あと1回いきますね、ラスト。A ランク来てくれ。 A ランク以上、 S ランクでも。おお、柳田選手2枚目。おお、高山選手2人来ましたね。はい、これでとりあえず今回は終わります。はい、枠いっぱいなんで。はい、まあ今回はこんな感じですね。またそうですね、選手数が最大数を超えていますが出ましたので、とりあえず今回はこれで終わります。まあA ランク自準契約者のね、近本選手来たんで良かったかなと思ってます。次回多分球場飯のね、累計の S ランク契約書開封すると思うんで、また見ていただけるとありがたいです。以上、トラキシでした。